皆さんこんにちは。浜田マリノス抜きの森川祐希です。2020シーズンの J3 リーグも開幕して約3ヶ月が経ちました。ここまでチームが無事に活動しているのは、最前線で戦っている医療従事者の方をはじめ、社会機能を維持して働いている方々、そして感染拡大防止に努めてくださっている皆様のおかげです。心より感謝します。今、噂話や SNS などによって新型コロナウイルス感染症に感染された方や、その家族に対する差別、また誤った情報によって感染されていない方への偏見が広まっています。さらには医療従事者やその家族までもが言われのない差別に苦しんでおります。このような不当な差別や偏見、誹謗中傷は決して許されるものではありません。相手の人権を尊重することなく心ない言葉をぶつける行為はレッドカードです。サッカーは一人ではできません。切磋琢磨し合うチームメイト、対戦相手、そしてファン、サポーターをはじめとしたクラブを支えてくださるたくさんの方々によって成り立っているスポーツです。サッカーと同じように一人一人が相手を思いやる気持ちを持ち、正しい情報をもとに冷静に行動していくことで、一丸となって新型コロナウイルスと戦っていきましょう。のコロナハラスメント。